ベートーベンと同時代の人にシューベルトがいますが、彼がベートーベンを、ベートーベンのお葬式の帰りに友人たちと乾杯をいたしました。なぜか今去っていった偉大な人のためにと。そして次にグラスに酒が注がれまして乾杯されました。この次に行く人のためにと。翌年シューベルトはチフスでもって11月にこの世を去りました。そのシューベルトが作りましたロマンティックな美しい、そして古今の交響曲の中で最も知られている曲でございます。第1部クラシックの部最後の曲、交響曲第8番、失礼いたしました、シューベルト作曲交響曲第8番未完成から第1楽章をお送りいたします。Thank you.
Thank you.